本日は雨。おはようございます、上前です。はい、最近ねこの朝レモンジュースを飲むっていうのをね、日課にしております。はい、もうただねレモンの搾り汁とお水だけですね。これやるとねいい感じに目が覚めますよ。今日のお届け物、今日というか2日前ぐらいからね届いてるんですけど、開封してなかった。クイックバイスっていうこういう風に板をね止めたりする小さい万力。お、アルミ合金製でね金でできてるので、こっちのハンドルはねなんかプラスチックですけど、あとここかな、ここ押すとロックがね解除されて動くようになるんですけど、ここをね押さないと、はい、固定されてます。あ、こういう感じでできるんだ。これちょっと知らなかったな。いいですね。例えばこういう風にね、木材置いて、で、押しながら、はい、これではね、ちょっとまだこれで、ただ挟んだだけなんで、さらにグッと固定するには、ここを回すんですよ。はい。こうやって回していくと、回らなくなって、もうかなりがっしりね、はい、止まるようになります。解除するときは、またちょっと回したら緩むので、これを、はい、こうすればスッと取れると。これいいですね。はい、これはねドリルスタンド用に買いました。ちょっとドリルスタンドにつけてみましょうか。
リルを、まあ、今日というかちょっと前からね使ってはいるんですけど、使用感というか使用してる感じをね動画にしてみました。で、これね後ろ側はちょっと汚く開けちゃったんですけど、適当に今穴開け能力があるかなっていうことで、一応これは 50mm のね穴開けのビットを使って開けてみたんですけど、これ自体がね霧の素材なんで、まあ、柔らかい、木材なんで、まあ、そこまでこうすごい無理してるなっていう感じはなかったんですけど、私がね木工でよく使うのがねこの桜、はい、桜はねめちゃめちゃ硬いんですよ。硬い木で、ね、音聞いても分かると思うんですけど、はい、これちょっと空気感ありますよね。これはねもうすっごい中がこう詰まって硬い感じがするんですけど、 15mm、はい、これね、はい、15mm ビット、15ミリビットだったら全然余裕で開きますね。スルスル中に入っていきました。で、一応ねこの先っちょがネジになってるタイプ、はい、これを使うともうさらに、ね、効率よくシュッて中に入っていくので、それもあってね、かなりスムーズに穴開けできました。ただこの50ミリのビットはね桜どうかな、ちょっと今ね50ミリの穴を開けれる桜の木材がちょっと今、見たところないので、まあ、試せないんですけど、まあ、でもあの私の所有と結構独特だと思うので、普通にね DIY で使われる方だったら、まあ、2x4 とか杉とかが、まあ、木材として使うの多いと思うんですけど、まあ、それだったらね問題なく開くんじゃないかと。ちょっとねアクティブティブレ補正入れてたんですけど、あの作業台の上にねカメラ置いてるんでガタ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 揺れてたらすいません。ちょっとあのマウントするところがなくてね、こんな感じで撮影していましたが、このドリル自体はかなりパワフルで、でこのドリルスタンドもね、かなりいい感じです。このね切った木自体が、まあ、直角がねちょっと出てないので精度とかねこれで語るわけにはいかないんですけど、角材でね試してる時とかも結構ね精度が良かったんじゃないかと思います。で、まあ、今回使ったこれ、はい、このバイスね、今日のお届け物、これもね期待通りの働きをしているんじゃないかと。今日はまあこういう感じで穴開けてなんか指輪をちょっと作っていこうかなと思ってるんですけど、はい、最近ね木製アクセサリーにハマっておりまして、こういう感じで、はい、作ったりしております。もしねなんかあの使ってるうちに耐久性の問題だとか、まあ、他のところでね何かありましたらまた報告したいと思いますので、まあ、それがなければねスムーズに快適に使えていると、はい、いうことになっております。ちなみにこのクランプ、あのタイムセール祭りだったかな、そういう時に、まあ、これ買ってみたいと思いますって言ってね買ったものになるんですけど、使用感とかねその時全然伝えきれなかったんですけど、あのもうずっとね使って、もう何ヶ月も使ってるんですけど、これもねすごいお気に入りです。これね2つついてきたんですよ。まあ、素材感も全部ね基本的に金でできていて、このハンドルだけがねプラスチックで、ここはでもしっかりとした金属製のネジになってて、でここがねラバーというかゴムっぽい感じというか、そういうのでね保護されているので、まあ、木材挟む時も、まあ、傷つく心配をあまりしなくていいと、はい、いうふうになっております。挟み込む時はこのネジ式で挟んでグーッとやっていくんですけど、これをねレバーを押すことによって、はい、上下する、で離すとロックがかかるという仕組みになっているので、この辺もね結構効率的に、物を挟むことができております。なんていうかちょっとわかんないですけど、ジャーゲンセンかな、ジャーゲンセンみたいな感じのものです。これ今紹介した工具ね気になった方いたら下の概要欄の方にリンクを載せておくので、よかったらね詳細なんかそっちでチェックしてみてください。で一応ねこのドリルとスタンドは最近ねレビュー動画出してありますので、この辺にね、はい、動画貼っておきます。今日はまあこのドリルスタンドとこのドリルの使用感レビューついでにね、ちょこちょこね結構工具とか買ったりとか、手作業でのねウッドカービングも好きなので、まあ、そういうねナイフだったりとか買ったりとかはしてるんですけど、またなんか面白そうなものがあればね紹介したいと思います。ということで私のチャンネルではね結構こういう DIY 系のことだったりとか、まあ、昔ね結構取り上げたりしてたんですけど、まあ、最近またちょっと DIY やり始めてるんで、まあ、そういうことに使う用品だとか、あとはねパソコン周りだとかガジェットも好きなんで、まあ、そういうものをちょっと紹介してみたりだとか、撮影のお仕事、まあ、動画も写真もしているので、まあ、そういうね関連の機材のお話だったりとか、あとはまあ沖縄に住んでいるので沖縄のね日常だったり、ちょっとねいいスポットがあればそういうところを紹介したりしていますので、もしそういうのがね好きな方いらっしゃいましたら、動画いいね評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。で皆さんまた次の動画でお会いしましょう。